市、温泉などを有する全国有数の観光都市ですね、はい、もう私も行ったことあります。そうですか。はい、指宿市と人吉市は昭和54年に姉妹都市となり、以降祭り、子ども会、老人会、各種団体などの市民層による活発な交流が行われています、はい、また日本一早いマラソン大会として知られる指宿菜の花マラソンは人気があり、うん、もうここのですね、人吉からもですね、はい、多くのランナーの皆さんが参加されているそうですよ。そうなんですね、皆さんもね。もう私も行ったことあるんですよ、菜の花マラソン。走ったことあるんですよ。綺麗かですもんね、本当。指宿は本当いいとこなんですよ。乾燥できました。本当、キスカバテン綺麗かですよ。カタリナの話もいいからさ、あ、もう次行きましょうかね。それではですね、はい、初めに、うん、日本百名城人吉お城祭り実行委員長の松岡隼人人吉市長、指宿菜の花レディーの田中恵梨香と申します。本日はお越しいただいてありがとうございます。人吉は人吉温泉で大変有名だということですが、指宿市も実は町のあちこちから温泉が湧き出る温泉の町で有名です。また日本百名山の一つで、薩摩富士と称される開聞岳や九州最大の湖池田湖、そして浦島太郎伝説が、ある竜宮神社など豊富な観光地に恵まれています。また先日アドハ宣言といって、市民が総出でアドハシャツを着用して、皆様をお迎えする宣言を行いまして、南国ムードあふれる指宿市であります。また指宿市は、流しそうめんの発祥の地とも言われておりまして、このだんだん暖かくなってきましたけれども、平成の名水百選に選ばれた、あの綺麗な水で冷やした流しそうめんも非常に美味しいです。ぜひ南国ムードあふれる指宿にお越しください。その際には観光特急である指宿の玉手箱でお越しいただけたらと思います。皆さんとまた指宿でお会いできることを楽しみにお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして指宿市の皆様におかれましては、この後もステージや会場での催事も盛りだくさんですので、どうぞお楽しみください。はい、ありがとうございました。第4代指宿菜の花レディーの田中恵梨香さんにはですね、本日夜7時から9日町で開催される城下町フェスティバルにもご参加いただきます。はい、会場の皆さんもぜひですね、夜9日町に行かれてみてはどうでしょうか。はい、さあこれからもですね、もっともっと姉妹都市がですね、深めていかれますように、はい、本日はこれで姉妹都市セレモニーを終了いたします。はい、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。いや、もう最初にアロハで始
お城祭りで盛り上がって